ご視聴ありがとうございます。曇ってますが今日も F35B ストブル。性能、垂直着陸、短距離離陸。 F35 の中でも得意な体質です。その F35B を日本も導入する予定になっています。やはりこの日本には今後重要となってくる機体でしょう。一般的な滑走路で使用できない離島など、やはり小さい空港でもできるというメリットが出てきます。また護衛艦出雲や加賀などで使用することもまた可能です。購入日はまだまだ決まっていませんが、いや、納品はまだ決まってないんですね。2022年ぐらいでしょうかね。出雲を回収してタイムロスが発生します。その時はアメリカの F35B を訓練機とし艦載することが現在決まっています。F35B のステルスでやはり自由にどこでも着艦できる、その機能は日本も使いたい、そう考えます。それに どれほど自由に空港ができる、そんなことも考えられます。護衛艦出雲は日本で最大規模の護衛艦、全長248メートル、F35 の最短滑走路は168メートルとなっています。十分な広さが備わっている護衛艦だと考えます。垂直着陸のみで考えればどこででも着艦は可能です。しかし離陸までを考えるとやはりいろいろと問題も出てくるでしょう。護衛艦出雲と輸送艦
との組み合わせで強襲揚陸艦並みの任務を行います。自衛隊にも海兵隊ができ、佐世保基地から今訓練中で、なお離島奪還やいろいろな任務に就くことが可能となっています。さて、この大きな護衛艦出雲、果たしてこの無人機の時代にどこまで対応できるか、大きく任務の方向性も変わってきていると思われます。護衛艦から無人機を操作もできますし、大きくなくてもいいのかなとも最近感じています。無人機を飛ばす滑走路があれば、やはり大きくその能力は向上する。やはり大きな海を保有している日本ですから、安全保障の面では大事になってくるでしょう。第一列島線の配置も変わってくるかもしれません。そんな折にまたまた大きなうねりが出てきています。北朝鮮問題も今後視野に入れないといけないと考えています。朝鮮半島情勢、なかなかそんなうまくいくはずもない。ですが、これも時代の流れでしょう。日米同盟、強固な現代、果たしてどれほどの時代が変わってくるでしょうか。日本の防衛を考えると、やはりもう
何をしないといけないかだんだん見えてきます。限界もあるでしょう。周辺国の脅威が広まっている今、いろいろと考えることが大きくなってきています。今日もご視聴ありがとうございました。